半もお願いします。お願いします。めっちゃ暑かったけど、どうぞ。はい、まあ、今日みたいに風がめちゃめちゃ強いじゃないですか、うん、めちゃめちゃ強いですね。でそういうなんか悪コンディションといいますか、うんうんうん、まあ、雨とか風とか、はいはいはい、まあ、凍ってるもそうだし、うんうんうん、まあ、暑いもそうだと思うんですけど、うんうん、そういうなんか悪条件の時にどういう、はいはい、まあ、今日だったら風だとどういうことを意識してますか、うん、まあ、風の場合は本当に難しいと思います。風が一番降ったり吹いたり止んだりするし、実際どういう風に吹いてるかもうね、上げてたのか上げてないのかって実際わからないところもあると思うんですけど、基本的にアゲンストはあんまり振らないようにしたい。スピン量が増えると、なるほど、当然逆回転で風に戻される可能性が高いから、意外と番手を上げて軽めに打つとか、アゲンストの時は振らない、振りたくない感じがする。ゆっくり振りたい感じ。でもやっぱこうなっちゃう、バチンってなるとくる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 って逆回転入っちゃうんで、スピン量が多い人ほどアゲンストには弱くなっちゃうし、風にも流されちゃうから曲がり幅も倍になっちゃうんで、極力あんまりスピードを出すイメージはないですね。フォローはね、多分そんなにこう嫌じゃないとは思う、気持ち的には。ただやっぱりグリーンに乗せていくのはフォローの方が難しい気がする。あとは風と喧嘩させない。風と喧嘩させない。右から吹いてるなら右に向いて打つと。なるほど。左から吹いてれば。喧嘩しちゃダメですよ皆さん。喧嘩しない方がいいと思う。この野郎って振っちゃダメですよ。勝てませんから。お、やんだ、やんだ。自然に逆らわず。で私ワンショットワンショット手袋をすぐ外すようにしたら結構雨大丈夫。ワンショット打ったら手袋外してポッケポッケカッパのポッケに入れて濡れないように。こことか結構気にしがちなんだけど、こことかこことかって、もちろんここフェース拭いたりグリップ拭いたりは当たり前なんだけど、意外とグローブをこまめにもう打った瞬間外してカッパンポッケみたいな。でもそうですよね、どんなコンディションでもやんなきゃいけないことが試合とかもそうだよね。そうだよね。なるほど。皆さん雨の日はカッパのとポッケです。ポッケにすぐ入れる。でもやっぱハーフターンとかでやっぱ変えます。あ、もうめちゃくちゃ変えます。めちゃくちゃ変えます。ハーフでできればあれば 2,3 枚は変えたい。うわいいね。うん。
と思う。入ってキーポイントパットを決める。キーポイントパット絶対があるから、コース18ホールの中で。その時もめっちゃ集中した方がいい。来た。キーポイントパット。キーポイントパット。キーポイントパット入った。すごい。なんかこうダラッといきそうだなってなんとなく自分で感じるはずなんで。今ティーショットは良かったけど、まあ、けどセカンドサードってミスした、アプローチもミスしちゃったんで、はいはい、あれミスなんですね、やっぱりちょっとやっぱり思ってるんです。でここで外したらなんかダラッていきそうだなっていう時に、まあできる限り集中をして読んで気持ちをこう高ぶらせて打つっていうのを、まあ競技とか出るとやっぱり少しやっといた方がいい。ナイスイン。一番ダメなのダンクですね。左に、うん、あとね、私、はい、いつもレッスンでラウンドレッスンでお伝えしてるのがあるんですけど、うん、こうグリーン周りとか、まあセカンドもそうかもしれないけどミスするじゃないですか、はいはい、できるだけアプローチもされてミスをしてしまったら同じクラブを連チャンして使わないようにしてくださいって伝えてます。その例えば残り距離がもうウッドでしか乗らない距離でも乗らない距離でそう1球目、うん、あそのフェアウェイウッドでチョロとか、はい、マンダ振りしちゃったと、そういう時にまあできればちょっと一回気持ちをリセットするためにもクラブとか長さ、うん、イメージを変えてスイングを直してから、うん、まあまたそれ次のクラブに次またスプーン使ってもいいしフェアウェイ使ってもいいんだけど、あ使うなってわけじゃなくて一旦リセットリセットしてあげることが結構まあ気持ち的、アプローチもそう56度でちゃっくりしちゃいましたと、うんうんうん、でまた同じの使いたくなるんだけど私自分が大事な試合の時に56度もう一回そこでその手前で打ったらもう怖いです。怖い、分かる、同じデジャブになっちゃってる、またどうしようってなるから、うんうん、その時は52に変えてみたりとか、うん、50度とか急にイメージ変わりますもんね。変わります。これだったら当たりそうとか、そうで同じミス2回すると多分もう次怖いんで1回は大丈夫だから3回目はちょっともうない、うん、ない感じですよね。怖くなっちゃうから、だから極力連チャンをミスをしないことが結構大事で、同じミスね。確かに、まあ、これはもうある程度ある意味覚悟して打たなきゃいけないんで、何をするかっていうとピンにどうとか結果がどうとかよりもスイングをちゃんとイメージして素振りでこのスイングをするぞってしっかり決めてから入ったんです。こうこのスイング、はい、結果はいいんで、結果は置いとく、はい、自分の今意識してやっぱラウンドレッスンの時って結果はいいですっていうの結構ありますね。スコアもう考えないでみたいな、はいはい、まあ、スコア重視の時でもスコアでいいんですけど、スコアと結果はまた違う。そっか、うん、そうなんですよね。結局スコアばっか考えちゃってそうなんか変なスイングだったけど意味ないですよね、うんうん、これ今レッスンしてることをそうですそうですそうです、せっかくだからちゃんといいスイングをして、それでダメならしょうがない。次、はい、次いいスイング、そうですそうです、ナイス、おー乗ったんじゃない、今日一番いいスイング、そうですそうです、でもすごい、もうとにかくここに集中した、ここにっていう、うん、もう先は先はいい、いつもあのついてくる、いやそうやって結果はついてきますから、結果は結果を出すもんじゃなくて後でついてくる、そうですそうです、うん、ナイス、すごいいいとこから攻めてる、はい、ナイス、トップ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 ですか、今トップですけど、スイング意識したんで大きなミスがなく、なんとか、いやいや、ナイスミスでした、ナイスミス。
ナイスバーディー。ありがとうございます。来た。これはね、さっきのほらターニングパッドの方です。あそこのあそこのパッドが効いてるんですね。そうなんですよ。はい。の、の、よくわかんない多分。あれだと思う。まあ、いろんな状況にもよると思うんですけど、うん、こうなんかリズムが人それぞれ違うじゃないですか、はい、違いますね、テンポ、リズム、ゆっくり上げて、うん、バチンって合わせる人もいれば、うん、サッサッっていう人もいて、うん、大森さんは見てるとなんかサッサッって感じなんですけど、はい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 、私も昔なんかゆっくり上げて、うんっていうのが合わなくて、うんうんまあ、今の感じになったんですけど、うん、なんかそのリズムってあんまり速いのって印象良くなかったりとかはすると思うんだけど、うんうん、リズムは別に速かろうが遅かろうがテンポが常に変わらなければその人のリズムでいいと思うんですよ。その人に合ったリズム、合ったリズムで、で、まあ、その辺ってじゃあ何が合ってるのって言ったらあの参考までに例えば自分のこう歩く速度とか喋、はいはい、り口調とか速い人とかは早い方がトータル的に合うかなって私の系統時計の中に普段こうゆっくりなのにいきなりこうスクリスクリスクリスとかって言いづらいし、なるほどね、普段めっちゃ早いテンポサキカツさんなのにスイングだけゆっくりもっとゆっくりっていうのも合わない、アラクシにゆっくり上げてくださいっていうのもちょっとこう合いづらいかなって思うんで私はその辺は結構参考にして性格でリズムありだと思います。こういうの上手い人のなんか気が知れないもん。よし。お、うまい。めっちゃうまい。お、今入りそう。いや、普段絶対できないやつ。うまい。ちょっと下り傾斜だからちょっと転がっちゃった。やった。さあ強いか。来た。強いか。あ。までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。